高橋国光、高橋国光、高橋国光、1940年1月29日体は、日本の元レーシングドライバー、オートバイ評論家、東京都北多摩郡小金井町、現、小金井市出身、血液型、B 型、愛称は国産。二輪、四輪合わせて489レースに出場、通算71勝を挙げている。二輪では、 世界グランプリを転戦したが、四輪のレース活動は、日本国内を主戦場とした。華麗なドリフト双方で知られ、黒沢元春に代表されるグリップ双方派の、ドライバーが対等した後も、レースでドリフトを多用したことで知られる。そのためドリキン、ドリフトキングこと、土屋慶一たちから、思想的な扱いを受けている。 1999年に59歳で現役を引退。2000年以降は、自らのレーシングチームであるチーム、国光の監督を務める。以前は、スーパー GT を運営する GT アソシエーションの会長も務めていた。日本カーオブザイヤー選考委員、0級から10等。1958年、二輪の第一回全日本クラブマンレースジュニア、 350cc クラスにビッサゴールドスターで出場し、セニア 350cc 超クラスを上回る平均速度で優勝。1959年の第2回全日本クラブマンレースのセニアクラスにビッサゴールドスター 500cc で出場し、500cc 以下クラス優勝。同レースと平彩の第三回全日本オートバイ耐久ロードレース、第三回浅間山レースの セニアクラスに招待されて出場し、BMW に乗る伊藤史郎に続いて2位を獲得。10代の若さで日本を代表するライダーの一人になる。これをきっかけに、ホンダのワークスライダーとなり、1960年からロードレース世界選手権、世界 GP に出場した。1961年には、西ドイツ GP、当時の 250cc クラスで、 日本人として、初めての世界 GP レース優勝を遂げる。当時開演したばかりのタマテックの初代所長も務めた。ただし実務は行わない、名誉職。1962年は、世界 GP の 125cc クラスで初戦と2戦で、連勝と波に乗る。第3戦である、マンシマ TT レースでも好調を持続していたが、決勝をスタートして間もなく激しく転倒し、 意識不明の渋滞に陥り一時は生命も危ぶまれた。高橋は事故前後の記憶がないほどだというが、誰も全開にできないようなコーナーを予選で全開で走れた。世界チャンピオンクラスのライバルから危ないと心配されたのが逆に嬉しくて、マシンも体も温まっていない一周目から全開にしたのがいけなかったと反省している。満までの事故の後、 二輪ライダーとしては以前ほどの速さを取り戻すことはできなかった。1964年、ホンダワークスの先輩格である田中健次郎に導かれる形で、同僚の北の元と共に四輪に転向した、日産のワークスチームである追い浜ワークスに加入する、R380 などのプロトタイプレーシングカーから、市販車改造マシンまで幅広く乗りこなした。 スカイライン GT-R-C10 型、愛称、バコスカが50勝の記録を達成した時のドライバーでもある。北野元、黒沢元春と並び、追浜ワークスサンバガラスと呼ばれ、名実ともに日本のトップドライバーと目されていた。1971年10月6日に、ネット、現、テレビ朝日系列で放送された、特別機動操作隊、第518話。 我が道を行くに、横山通る、長谷美雅弘と、平健二と共に、ゲスト出演。1973年の第一次オイルショックで、ワークスチームの活動が縮小された後は、富士グランチャンピオンレース、富士 GC、全日本海に選手権、全日本海3全選手権、などで活躍。1977年には、ティレルの中古マシンで、海一日本 GP に、 スポット参戦したこともある。1970年代後半までは長らく無冠の帝王と呼ばれていた。日本グランプリなどのビッグレースで度々、ポールポジションを獲得し、実力ナンバーワンと目されながら、決勝ではマシントラブルなどでなかなか優勝できなかったためである。特に1967年の第4回日本グランプリで日産 R380 乗り、 イクザはトールのポルシェ906を徹底的に追い詰めながら、イクザーのスピンに巻き込まれて優勝を逃したことは有名である。1977年3月6日、鈴鹿サーキットにて開催された全日本海2戦、選手権の開幕戦。高橋がトップで残り2周の段階に差し掛かった際、周回遅れにしようとしていた、竹下健一がバックストレートで大屈指し、 ガードレールに完全に突き刺さり、動けなくなった。高橋は優勝目前だったにもかかわらずマシンを急停止させ、竹下の救出に向かった。この姿を見た後続のドライバーも次々にマシンを停止させて、高橋に続いた。結局レースは赤旗で終了となり、その直前の順位が正式なレース結果になったため、高橋は他に例を見ない形で優勝した。 主催者側トライバルのドライバー全員が、高橋の献身的な行為を高く評価したためと言われ、現在まで語り継がれる美談になっている。1978年に、鈴鹿で開催されたチャフグランプリ、第2では、第1ドライバーのリカルド・パトレーゼラと競り合った末に、優勝、38歳にして、ビッグタイトルを獲得し、無冠の帝王の名を返上した。 1983年以降は全日本耐久選手権に活動の場を移し、1985年から1987年までポルシェ956及び 962C で選手権3連覇を果たし、1989年では4度目の年間タイトルを49歳にして獲得している。また、クレマーチームよりルマン24時間レースにも参戦した。 後年は、自らの名前を冠した、チーム国光を立ち上げ、全日本ツーリングカー選手権、JTC では、土屋慶一と組、スカイライン GT-R、R32 型で活躍し、一勝している。1994年より、長年にわたり、ドライバーとして参加してきたルマン24時間レースに、自チームを率い土屋慶一、飯田明と本題の SX で、 GT にクラスに参戦、55歳となった1995年には、ついにクラス優勝、総合8位を達成した。また全日本 GT 選手権にも参戦、キャリア晩年は、イーダー・アキラと組んで、レーブリグ NSX を借り、通算2勝を挙げている。そのうちの1勝は、現役最終年の1999年、実に59歳の時であった。 1999年にレーシングドライバーとしての引退を表明したが、チーム、国光の監督として全日本 GT 選手権、スーパー GT に参戦を継続しており、2005年、ツインリンクモテギで、現役引退以来6年ぶりの優を監督として果たした。1998年には、ツインリンクモテギで開催された第一回モテ、対イ、二輪のアマチュアレースに、長セミマサ 飯田明と組んで出場し、往年の世界 GP ライダーの腕を披露。各種イベントで2輪と4輪のヒストリックマシンを走らせている。第一戦を退いたとはいえドライバーの活動も継続しており、ツインリンクモテギで行われるジョイタイやセパンサーキットで行われる12時間耐久レースなどに参戦している。また、2010年より行われている富士スプリントカップの レジェンドカップでは年齢ディの加算もあり3年連続ポールポジションを獲得し2011年には終盤に中島悟をオーバーテイクし尾さ正弘に次ぐ2位で2012年は関谷正則に次ぐ2位でゴールするなど70歳代という年齢を感じさせない回想を見せたモータージャーナリストの熊倉重春は1993年インター テックのテレビ解説にて、日本のレーサーで職人といえば、中野治む、天才といえば、高橋国光と、高橋国光の実力を高く評価している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。